三重県は県内の防災活動が持続的に発展することを願い、自主的な防災活動の充実発展に寄与した団体を三重の防災大賞、三重の防災奨励賞として表彰しています。今年度三重の防災大賞は1団体、奨励賞は5団体です。三重の防災大賞に選ばれた亀山防災ネットワーク。亀山防災ネットワークは、子ども防災教育、地域への防災出前講座、防災資機材の点検・指導を行うなど、学校、家庭、地域と連携した取り組みを行っているほか、新たに女性のための防災講座や防災マップを使ったジグソーパズルを行うなど、次第に活動の幅を広げています。亀山防災ネットワークの今後を聞いてみました。継続ですね。小学校、それから地域の方、からもちろん防災、この3本柱は絶対に外すことなくやっていきたいということですね。それから、まあ、できたら他市への、ご紹介いただければ他市へと、展開していきたいかなと思っております。はい。三重の防災奨励賞に選ばれた津市の豊ヶ丘地区自主防災協議会は高台にありますが、その高台という特徴を生かし、災害時に避難してきた人のために豊ヶ丘小学校避難所マニュアルを作成、訓練も行うなど着実な活動が評価されました。多気町にある万京製薬株式会社は、災害があってもそれを乗り越えて事業を継続する BCP 事業継続計画を作成、また社長自ら防災に関する啓発活動を行うなど、民間企業でありながら高い防災意識を持っています。尾鷲市の三木浦町内会は入江の傾斜地にあり、災害時道路の寸断で孤立する危険があります。そのため数回にわたり三木浦地区の避難体制を考える懇談会を開き、避難経路、避難所などを記載した防災マップを作成、全戸に配布しました。三浜町立赤羽小学校は町内でも津波が最も心配される地域にあります。そのため防災安全教育を学校経営方針に位置づけ、防災ノートの活用、保護者との連携、学習会や避難訓練などを実施し、地域と連携した防災活動を行っています。紀北町の予備先自主防災会は、東日本大震災を契機に一箇所だった避難経路に別の上り口を整備し、それまでの避難経路と結んで混雑の緩和を図りました。他にも緊急避難ビルの協定、定期的な避難訓練など、日頃から防災意識の高揚に努めています。受賞された各団体の今後の活躍に期待したいものです。